皆さん、こんぱんだ。毎度おなじみ、みんなで育てるキャラフレ同盟です。修学旅行が終わった小栄町。もうすっかり秋の雰囲気になってきてます。お姉さんも普段の服でお出迎えしてくれます。花火大会も楽しかったよね。今回は利用しませんでしたが、過去の修学旅行では空港から出かけましたね。スイカを取りに行くときに前を通った教会も、夏祭りの屋台が並んでいた日本庭園も、みんな静まり返ってます。本編では、秋らしいイベント、お月見をレポートしたよ。他にも、秋の学園祭情報もお知らせするよ。今日も最後まで見てね。今日も元気に登校だ。わーい。あれれ、お姉さんがいないぞ。え、ちょっと待って。なんで屋上にいるの？待ち合わせに遅れたら悪いから、今すぐ行くわ。屋上に到着、階段駆け上がるの大変すぎ。膝がガクガク。お姉さん、一緒にお月見しよう。って、あれ、いない。お姉さんも忙しいんだろうから、一人でお月見しようと、お団子を用意してくればよかったなぁ。10月1日は中秋の名月。松愛学園の屋上からも満月が見られる日。知ってる人が集まってきた。お姉さんのツイートに誘われてきたのかな？肝心のお姉さんはいないけど、みんなで過ごす時間っていいよね。好きな音楽のこと、月にまつわる話。修学旅行の思い出、話題は尽きないね。お姉さん、発見、なかなか粋なことしてくれますね。小栄町のお月見は4日まで毎晩見られます。それでは今日の動画はこの辺で、と思っていたら、突然のニュースが飛び込んできました。春と秋に開催される学園祭。もうそんな時期なんですね。学園祭ってどんなの？って知りたい方は、みんなで育てるキャラフレ同盟制作のスライドを見てみてね。概要欄に公式ブログの URL を貼っておきます。みんなで育てるキャラフレ同盟チャンネルは、キャラフレの今をお伝えしています。チャンネル登録よろしくね。次の動画で会いましょう。また明日。